ハインリヒグレーツ、ハインリヒヒルシュグレーツは、ユダヤ教徒の歴史家で、ドイツにおけるユダヤ学の代表的人物の一人、本名ツビヒルシュグレーツ、ポーゼンカンククシオンス生まれ、異ーナ大学にて博士号を所得する。1845年より、ブレスラウのユダヤ正教学校で校長を務め、後には、当地のユダヤ神学校で歴史を教えた。主張。 最古の時代から現代に至るユダヤ人の歴史1853年から1874年は各国語に翻訳されユダヤ史研究の経緯書とされた。1869年にはブレスラウ大学の名誉教授に、1888年にはスペイン王立科学アカデミーの名誉会員に任じられた。西方ユダヤ人の代表的なユダヤ教運動の学者ではあったが、 イディッシュ語に対しては、半ば動物的な言葉などと嫌悪感を示し、偏見を持っていたようである。1879年にルター派の歴史学者国民、自由党議員のハインリヒフォントライチュケから批判され、論争となった。グレーツは、大長、ユダヤ人の歴史で、キリスト教を明確に敵視し、ユダヤ人のキリスト教への回収者を、裏切り者として厳しく批判した。 グレーツはシオニズムに近いユダヤ民族主義の立場にあり、新約聖書をタルムードを使って読み直し、ユダヤ教とキリスト教の亀裂を拡大した。グレーツはイエスを神の子とするキリスト教は、メシア意識の混乱にあるとして、イエスは神の子だと主張したために告発されたのであり、イエス処刑後の福音書は、メシアの出現物語をゴチエで証明しようとしたものに過ぎないと論じた。 神の子という観念は、異教の土地ギリシャのものであり、ヘレニズムの不純物であるとするグレーツの考え方は、マックス・ベイバーや、ベイバーのおじで、教会史学者のアードルフ・ハウスラーとも認めた考えであった。タルムードでは、イエスは、ヨセフ・パンデラと、処女・ミリアムとの不倫の子であり、ユダヤ共同体から追われて、神の名を用いて、奇跡の力を学んだが、ラビダンのユダに打ちまかされて、 死刑となったというイエス物語があるが、グレーツはタルムードのイエス物語を作り話として、イエスはエッセン派であるとした。ハインリヒ・ホントライチュケはグレーツがユダヤ人の歴史でキリスト教を宿敵、不具体点の敵と表したことを取り上げて、これはキリスト教に対する強心的な怒りであり、ゲルマン人への憎悪であるとして、グレーツを名指しで批判した。 息子レオブレイツは物理学者で、1908年からミュンヘン大学教授であった。エイブラハムズ、アズアバブこの記事にはパブリックドメインである次の文書本文が含まれる。シンガー、イシドレ、エトール、エズ、ザジュイッシュエンサイクロペディア、ニューヨーク、ファンクワグノルズ、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。